はい、皆さんこんにちは。共通テストが終了いたしました。いやー、本当にね、予備校のホームページなんかにも上がっていますが、国語全体としてややなんか、ややなんかという学面以上に難しかったんじゃないかなと思います。私も本当に年末年始忙しかったというのと、 Wi-Fi が壊れてしまったというのでなかなかね、動画の更新ができずに申し訳ございませんでした。またね、改めて、ここから動画を配信していこうと思っておりますので、よろしくお願いします。その一発目はやはり共通テストの分析、そして最速の解説動画、これを作っていきたいなと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。ということで、この解説、分析からやっていきたいと思うんですが、まずは一番最初、大問数と配点。これセンター試験の時代から5点とか7点、8点、ちょっと配点が高すぎないかっていう話はもうずっとね、私申し上げていたんですけれども、変わりませんね。相変わらず問題数少なめの配点高めっていう、こう受験生にとっては一発勝負を問われるような内容になってます。そして何よりもこちら、問いの4番が証文が3台も出てきたっていう、これですよね。ページめくった時に、うわ、なんだこりゃって思ってしまった生徒も多いんじゃないかと思います。まあこれはね、解説動画でしっかりとね、分析加えていきたいと思いますので、そこをね、見ていただければと思います。で、出典です。まずマスカラミ、歴史物語が2年連続で出てきたっていう、まあこれはちょっと、案外な感じはしました。普通の物語が出てくるんじゃないかなと思っていたんですが、そして2つ目の文章が出てきたっていう、これですよね。あの、新しい入試の中でよく問われる力としてささやかれていたのがこれなんですよ。異なるテクストの読み比べ、つまり文章が2つあったりとか、文章と図、グラフがあって、その2つの情報っていうのをしっかりと処理していく能力っていうのが新しい時代の受験生には必要であるっていう、まあこれは、あの、私も何回もね、共通テスト対策の動画で喋っていたと思うんですが、ついに現実のものとなって現れたなというところですね。しかもチョイスが日記だったじゃないですか。まあ私も日記攻略の動画って上げていますが、皆さんご覧になったことありますかね。結構日記って読解するのに癖がありますよね。で、その日記の特徴っていうのをちゃんとつかみながら読んでいかないと、いくら内容が同じだからといって一筋縄にはいかなかったと思うんですね。まあそういう点からしても、結構出典も嫌なところを引っ張ってきたなっていう感じは受けました。で、さらに行きましょうか。設問別の傾向、そして注目の難易度ですが、まず問いの1、もうこれは動画を出してよかったなという気持ちでおります。短文解釈はしっかりと出てくれました。5点 ×3 台、15点、皆さんしっかりと獲得できましたが、やっぱりここで15点を取っておくっていうことが、後ろの問題で多少ミスがあったとしても、まあ、それをね、救ってくれる最大のポイントだとは思うので、改めてね、短文解釈、今回は単語中心で回答できる、まあ、文法もあまりいらないというところから、難易度としては優しめでしたね。この問いの1番をいかに秒殺して、次の問いに以降に時間をかけるかっていうのが、こう古文全体の今回の問題の方向性だったんじゃないかなと思います。まあそれにしても後ろがヘビーですけどね。さあ、そして問いの2番ですよ。いや、これもバッチリと、あの、対策動画でやりましたよね。ハイブリッド文法問題、文法の要素も選択肢に含まれながら、でも読解中心の選択肢も含まれているっていうことで、この問いの2番もね、解きにくかったんじゃないかと思います。まあ文法的な要素は含まれていましたが、結局は主語把握っていうところ、そのあたりの人物情報がつかめていないと回答しきれない問題だったので、こちらはやや難という評価を打たせてもらいました。そして問いの3番、説明問題ですね。今回は、あの、言動についての説明としてふさわしいものを選べという形式でしたが、この心情とか理由を説明しなさいっていう、明確にターゲットを絞ってくれていたのがセンター試験の時代だったんですよ。で、現代文でもそうなんですが、共通テストの模試、まあ、あるいは今回みたいな
本番において心情を答えなさいとか理由を説明しなさいっていう方向性を立てずにざっくりと説明しなさいっていうような投げやりな形式で出てくるのも、これもまた新入試らしいんですよね。何をしたらいいのかということも含めて受験生に考えなさいっていう思考力を聞いているんだとは思います。まあ、ただ全体の難易度としてはそんなに難しくはなかったので普通ということで打たしてもらいました。で、注目の問いの4番ですよね。この新形式、生徒と先生の会話形式っていうのはもう模試でもよく出ていました。まあ、なのでこれはもししっかり受けていた人は出たーっていう感じで止まったと思うんですよ。ただ結局ここにも書いたように証問が3台ありました。生徒の会話がピンポイントの防線についてではなく文章全体の内容について考えさせる問題だったので、言ってしまえばここに書きましたが内容一致問題が3問連続で出てきたのとほとんど変わらないと思うんですよ。で、これって本当にね、古文が得意だとか上位生、最上位生の生徒だったら文章の内容をパッと読んでから問題を解いているときに内容一致が3台出てきてくれれば、まあむしろ読めてれば解けるじゃんっていうところでそんなに難しさを感じなかったのかもしれないです。で、ただ古文が苦手ですとか単語と文法をきちんと根拠に防戦と戦いたいと思っていた生徒、まあ、あるいは、まあ、そもそもなんていうのかな、文章自体が全く読めなかったと、何言ってるのか分かんなくて頭真っ白になっちゃったという生徒にとっては鬼のような問題ですよね。まあ、内容一致得意だよっていう人は正直予備校で授業をしていてもあまり見かけないので、やっぱこれはやや難、人によっては何と言っても良かったのかなという問題です。いずれにしても問いの2番以降のその重点重量っていうのがめちゃめちゃ重たいですよね。センター試験の時代は文法の独立問題がもう1問あったので20点確保してからヘビーなものに戦っていくっていうところで少し気は楽だったんですが、改めて共通テスト、この先の受験生、今の高校2年生、高校1年生もやっぱりね、しっかりと対策は早めに取っていかないとダメだと思います。あの2年目でほぼほぼ傾向は定まったと思うんですよ。これが来年以降も続いていくんだとしたらまだまだバリエーションの余地がありすぎます。どういう問題形式に変えることもできてしまうので、あらゆる意味で総合的な対策を取らないといけないですよね。単語と文法を直前期にやるのではなく早々に単語と文法を終わらせて読解問題をただひたすら解いていく、総合的な内容をつかめるようにしていくっていう能力が求められるんじゃないかなというと、厳しい入試がこの先は待っていそうですね。まあそんな所感を受けたのが2022年度の分析でございました。さあ、そしてここからはちょっと設問ごとに解説を行っていきたいと思います。まあ、ちょっとね長すぎる動画になってしまうのでちょっとずつちょっとずつ解説動画は出していこうと思っておりますので、今日の動画は問1の短文解釈についてサクッと解説をしてしまいたいと思います。さあ、ということで単語と文法で直訳を作るんだよと、ここで15点しっかりと取るんだよっていうことは、あの豊島の解説動画でもずっと伝えておりました。最悪この直訳ルートがたどれなかった時も文脈判断はそんなに長く読ませないからね、しっかりと前後関係を見ながら回答すれば必ず獲得できる、それが短文解釈の問題だよっていうのは全くもって間違いはなかったですね。今回もしっかりと回答できたと思います。カッコアの問題はまどろまれたまわず、ここに棒線が引っ張っていて、れとかたもうという助動詞、敬語といった文法事項を使わせるかと思いきや、ただ単にまどろむの意味しか聞いてませんでした。しかもこれが面白くて、共通テストのその週の1週間の授業で、あのとある予備校で授業をしていたんですけれども、プリントで解説をしていた古文単語がなんと
まどろむだったんですよ。おそらくその授業に出席していた生徒であれば、うわマジかよ出たじゃん先生って思ってくれたはずなんですけど、どうですかね、見てますか。はい、さあ、そういうまどろむという単語はうとうと眠るという意味の古文単語です。これ例えば普通にぬ、寝るっていう字を書いてぬという単語であったり、芋寝とか、あとは嘔吐のごもるとか、このあたりの古文単語ってイメージとしてはめっちゃクーッつって熟睡してるようなイメージを持つんですよ。で逆にまどろむはうとうとっていうところが一つポイントなんですね。例えばこう肘掛けに手をついてちょっとこうやって寝てしまっているとか、そういう感覚で単語暗記をしてあげるといいんですよ。で、あとはまどろむってそういう眠りが浅い状態を表す単語なので、夢を見る場面によく出てくるんですね。まどろんでると夢の中に女房が出てきたみたいな展開って結構イメージつくじゃないですか。だからそういう意味では昔の人も眠りが浅い時に夢を見るってよく分かってんじゃんっていう感じはして、これ結構ね面白い古文単語なんですよっていう説明をね、予備校の授業でもしていたらこれ出てきたんですよ。これびっくりでしたね。まあ難しくないです。さあ、そしてかっこいい単語の難易度からすればまどろむよりはちょっと上かなとは思いますんですが、知らなくていい古文単語じゃないですね。ほぼ全ての単語帳に掲載されているであろう眠るという古文単語、成長するとか年頃になる、大人になる、たまに老けるなんていうマイナス寄りのイメージでも使うんですが、基本的にはここに書いてある成長するを軸に赤文字単語としてしっかりと暗記してほしいものです。で、それに今回整うという動詞がくっついているんですが、ねびまさるとかねび整うという感じで、成長したらもっと良くなった、成長したら整った、綺麗になったという意味から、成長して立派になるとか成長して美しくなるという現代語訳がある、このイディオムも含めて再品出単語と思っておきましょう。ここまでは単語さえしっかりと勉強していれば絶対に外さなかった10点だと思うので、やっぱりここが大事ですよね。そしてカッコウです。まあ、ここだけは、まあ、正直に、ね、単語チェックというよりも文脈判断よりなのかなっていう気もします。大方っていうのは現代語にもあるので、まあ、現代語感覚で解いてしまったよっていう生徒もいると思うんですよ。まあ、それを言ってしまったらまどろむも現代で使いますので、まあなんだね、よく知ってる単語が出てきたなっていうレベルなのかもしれませんが、一応ね解説をしておくんだったら、やがて御恩使いに参る、ただ大方なるように御恩タイム嬉しく御恩旅ね凄まじくやなどにてっていう、このくらいの前後関係をしっかりと読み解いてあげればいいと思うんですよ。さっきも話したように問わず語りは日記文なんですね。日記文の読み方としてぜひ押さえておきたいのが、まずこのマイルにチェックですよね。今回登場するのって帝と西宮というどちらもめちゃめちゃ高貴な人物です。にもかかわらずこの防戦の直前の記述はマイルという献上語しか使われていない。ということはお使いに参ったのは誰ですかっていう時に、日記だったら言われなくても私、作者が出てくるよねっていう、この前提をしっかりと補いマークでつけられたかどうかっていうのは、この場面だけじゃないですよ、随所に大切なことだと思います。日記文の読み方として私がいるんだということ、そして周りの人物は全てめちゃめちゃ偉い人たちなんだから、敬語の使い方一つでしっかりと主語の判別ができたよねっていうのは、今回の設問では非常に大切なポイントだったと思います。それは次第の問題でも必ず使えるので、改めてね今ここにリンク出しておきますので、日記文の読解法はしっかりと心得ておいてください。まあ、ってことで、私が使いとして、これ西宮のもとですね、西宮のもとに参上したと。ただ大方なるようにほにゃららと続いていって、選択肢が結構バラバラなことを書いていたんですね。まあ、ですが御恩たいめ嬉しく御恩旅ね凄まじくやーって、これ西宮のもとに行った時にお会いできて嬉しいです、旅ねも寂しかったことでしょうなんていうことを言っていて、いわゆる
会った時の社交辞令、挨拶みたいな会話が続いてますよね。っていうのもここに書きました。彼女が伝えたい本題は帝からの求愛、思いを伝えるために使者としてやってきたんでしょ。ってことはこの鍵括弧の内容は本題を全くついていないですよね。そこから世間話のような、いわゆる初めましてという、いわゆるお久しぶりです、お会いできて嬉しいですという、取り留めのないご挨拶という選択肢が出てきますよね。だからこれって後ろの内容をしっかりと踏まえてあげると、なおさら文脈判断的な説得力も増すんじゃないかと思います。まあ、ということで、カッコアからカッコウまでの問題は本当に綺麗に回答できる問題ですので、ここで15点を取れたかどうかっていうのはやっぱりね、確認してあげると良かったのではないかと思います。さあ、ということでスクショをするならどうぞ。よろしいですかね。近日中に問いの2番以降もアップしていきたいと思います。よければ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。今年も1年間頑張っていきますので、ぜひこのチャンネル応援してください。ということで、今日は以上です。お疲れ様でした。